チューブを使って腹筋、すなわち腹直筋を鍛えていきます。チューブをドアノブなどに引っ掛けて膝をつきます。その状態から上半身を丸めていきます。この時にお尻を支点にして上半身全体を倒していくのではなくて、お尻のあたりは動かさずに、みぞおちから上を丸めるようにして行います。